こんにちは、こんばんは、おはようございます。チャンギコです。だー。本日の動画はドラゴンクエストウォークのお時間。ゲバクさん。実は20分前に起きたばっかなんですよ。すげえ寝た。たっぷりゆったりのんびり。旅だけは楽しい。ホテル三日月。たっぷり寝たんですよ今日。最近なんかドラゴンクエストウォークのレベリングがなんか気になって、深夜も急にパッって目覚めてさ、脅迫観念に駆られながらレベル上げはしてないんだけど、なんかちょこちょこ起きちゃうんだよね。年かな、年なのかな、わかんないけど、あと鼻声だね、俺ね、鼻が詰まってる、起きたばっかりだから。はい、そんなわけで、今回の動画はギコちゃん流レベリング先生術、先生術、星関係ないレベリング術。はい、まあまず装備から説明していきましょうか。ギコちゃんがレベリングしているパーティーはこちらでございます。さっきからずっと映ってるね、ギコちゃんバキバキトロトロヌルヌルということで、まあ一番最初に動くべきキャラクターは、アタッカーじゃないですか。基本はワンパンしたいじゃないですか。基本ワンパンです。うん、基本は、このバキバキさん、バキバキさんの、バキバキさんじゃないな、どの方だ、トロトロさんだな。うん、ちょっと分かりづらいから並び替えるわ。うん、こんな感じ。うん、左2人がアタッカーって感じ。うん、通信中長いね。はい、トロトロさんの装備がまあはぐれメタルの剣よってところうん、で心はこんな感じ。まあ最低限の心かなってところだよね。レイン属性ので、まずは、ワンパン狩りをするために今、ちょうど来てますよね。はぐれメタルのガチャが来てると思うんですけども、とりあえずまずは、初手ではぐれメタルの剣のプラス25を作ってください。はい、まずここからですね。で次に、心なんですけども、まあ最低でも、あ、これじゃねえな、こっちじゃなくてこっちか、デイン属性ダメージプラス 10% に力がプラス20と最大効率を測るために、まあ、最大ダメージを出すためにこちらの真珠をできれば2つ用意してほしいんですけども、まあ、最低でも1個はまあちょっと準備してほしいかなってところですね。で、なんで初手の、アタッカーがはぐれメタルの剣なのかというと、今はぐれメタルじゃなくて、メタルイベント来てるじゃないですか。だったりとか、各所メタル系の敵が出てきた時に初手ワンパンしときたいよね。倒しときたいよね、逃げなかった時には。だからはぐれメタルの剣1本とりあえずあればいいかなっていう感じ。うん、まあできればプラス25、プラス25にする理由は、一応できる限り、デインに対して、まあまあ耐性持ってる敵だったりとかをワンパン上振れしてできたらいいなぐらいの希望を持つためのプラス25なので、特に意味はありません。はい、で、初手の動きで、このトロトロさんがメタルの敵を倒してしまった場合、メタルの敵に攻撃してしまった場合、もう一人アタッカーがいないとグダグダになることがありますので、こちら霊獣の杖ですね。はい、とりあえずワンパンしたい。そして、斬撃対撃だと攻撃がミスる場合がある、というところから、魔法、まあ、ギガデイン、ですね、これが確実に 100% 敵にヒットするということから、霊獣の杖ギガデインという形になります。現在ね、ガチャは実装されていない。もうすでに、排出期間終了しちゃってるので現状手に入らないので、もしもギコちゃんのレベリング術を真似してみたいなって方いらっしゃいましたら、今後復刻した時の霊獣の杖もしくは、バックトゥーザフューチャーの世界に入っていただいて毒に過去に連れてってもらって、ガチャを引いてきてください。二択ですね。で、こっちに関しても神言の術ガーターベルトっていうものですね。呪文ダメージが強くなるよって感じ。うん、攻撃魔力も上がるよって感じで、残り2人は単純にはぐれメタルの剣の装備でございますね。で、メタルイベントがあったりとかするので、メタル系の敵にザクザクと攻撃してくれる。で、スピードはちゃんと調整してあって単純な、会心の心。全然色合ってなくても OK よってやつ。うん。で、やっとけば、まあ、取りこぼしはないかなって感じ。うん。できれば、この右上のデザートゴースト、左上のデザートゴースト、これ S 取っときたいんで、今ちょうど期間中なんで、うん、取っときましょう。あまりにも強い心つけすぎるとスピードが上がりすぎちゃったりするので、あの職業によっては、うん、なのでこういった弱い会心の真珠、いや違う、心を持っておくことが大事で、真珠に関してもできる限り会心率をつけておいてほしい。
まあほぼほぼ会心が出ないことがなくなるので、そうすると、うん、今唾飛んじゃったね、はい、まあそんな感じで、ちょっとふざけなしで言うと2人目のキャラクター霊獣、これも別にメタルで OK でね、うん、まあちょっと攻撃外すパターンがたまにあるけどもメタルで OK って感じ、はい、じゃあそんなわけでちょっと狩りをしていきましょう。ちょうどねメタルも来てるしね、うん、普通の敵に関してはもう余裕でしょう、うん、なんで川の上にいるかっていうと、高層階に住んでると GPS ちょっとずれんのよ、うん、だもんでちょっとね川の上ってか川の中にいるよね、うん、魚みたいになってる俺今、はい、こんな感じでワンパンしていく感じ、うん、だから要は早い話、はぐれメタルの剣を4つ持っときゃいいんだよ。なかなか難しいかもしれないけど、今現状手に入る、最大効率のレベリングするんだったらはぐれメタル4持っとくのが大事、うん、こいつまでだったらほぼワンパンできる、ホイミンまでだったらできる、ドラゴンスライム無理、メタルドラゴンね、耐震の真珠つけとけば確実に大体倒せる、うん、メタルホイミンね、美味しいんだ経験値が。本当は経験値の玉とか使ってやるべきなんだけど、ゲコちゃんもう持ってねえ、ほとんど使い切っちゃった、持ってるやつ全部使っちゃった、100個ぐらい、よいしょ、うん、まあ倒せますね。8章で一番辛いのは鉄鋼魔人と、まあ、夜で言うと何だかな、怪しい影じゃなくて赤いやつ忘れてた、え、まだあんの、まだあったんだ、じゃとりあえずメタル先に倒したよね、もう残り5個だしよろしくね、2つか、まあ逃げそうだな、そろそろ、おお1匹逃げたか、いやいいね、レベリングはレベリングでさ同じ作業ずっとやるからさ不安要素なくてやりやすいよね、うん、ただ飽きてくるけどね、レベリングはレベリングでおーおーおお、どういってんのお前、すごいとこいったなお前、2匹ずつしか出てこないのやめてもらっていい、オッケーオッケー、グダ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 してんなこれ、うん、だからワンパンツーパンで倒せたらまあ一番理想だよね、うん、だから世の中には回し蹴りとかで、回してる方もいらっしゃいますけど、どうしてもね一試合一試合の迫力にちょっと欠けるかなと思ってて、どうしてもこうなんて言うんだろう、雷光ゼッカとか使って倒したくなってるぜ、うん、ちょっと見た目でも楽しんじゃってるぜ、だから最大効率かっつったらちょっと別かもしんないけど、まあギコちゃんなりに楽しみながらレベリングしているのはこんな感じよっていう、あ、なくなったついになくなっちゃいましたね。そしたらもう本当に匂い袋とか使ってね、あ、経験の玉7個あったわ、7個しかないんだ、寂しいな、はい、もうウォークモードでどんどん倒していくだけね、大体倒せますねほぼワンパン、うん、ほぼワン、こんな感じでギコちゃんはずっとレベリングしてて、70のキャラが今470の職業が全員キャラ合わせてそろそろ5か6になるところかな、この賢者が69なんで、今賢者2人がもうすぐ70じゃないですか、そしたら多分、うん、5か70が5体目か、そんな感じですね。今ちょっとデザートゴーストとかグレムリンのレアモンチャンスのクエスト来てるけど、あれやっちゃうとレベリングが全然はかどらないので、あれはもうあくまでもレアモンチャンススポットに行って拾うものっていう認識で、ギコちゃんがやってますね。全然レベル上がんないんですあれ、経験値500とかなんだあれ、マジできついっすよこんな感じかな、まあ、あとは喋ることは特にないよねマジでないよね、うん、じゃあこの MP が尽きるまではちょっとレベリングしますか一緒にね本当は30分レベリング一緒にしようぜ動画も撮りたいんだよ、うん、ギコちゃんも喋らずにさずっとレベリングしてるやつな、誰得って話なんだけど、よくあんじゃん一緒に勉強しようぜ動画とかさ、瀬戸康史さんで言ったらさ瀬戸康史が編集しているので同じ作業しようみたいな、一緒に作業しようみたいな、ただ編集してる姿を横から撮影してるだけの瀬戸康史さん、ああいうのいいよね。だから
まあワンチャン近々それをアップするんで、もしよかったらレベリングのお供にラジオとして聞いてくださったら嬉しいです。30分間やるんで、うん、 OK だね。よいしょ。なんかあんま出ないな。どういうことか。つえーなーそう、ごめんなさいね、喉咳払いね。強い、マジで強い。 OK、ズドーン、ありがとうございます。サンキューです。 D、 どうだ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 、敵出ないのか、敵出ろよ。あと2回ぐらいだから、もう動画終わるからちょっと待ってね。来い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 、はよはよ、来た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 、オッケー。まあ、鉄鋼魔女もなかなか出てこないから、まあ、もうほんとほぼワンパンだよね、始めたがれば。強い強い本当に。じゃあラスト1試合いきますか。よいしょ、いいよ、レベル上げよう。ありがとうちょこちょこヒュンケル来るけど、全員もレベルマックスだから全然経験値入んないっていうね。まあちょっとだけ助けてくれてる感じか。はい、というわけで、今回はギコちゃんのレベリング術でございましたけども、参考になりませんよね。はい、まあさっきも言ったけど、要はハグレメタルの剣さえあればわりかしもワンパンよっていう話なんだけども、ここまでグダグダ話してきましたが、結局のところ、詰まるところ、メタルの祠ら集会っすね。